ここ長い。長いね。この廊下長いからなんか面白い話して。最近ニコは、シモンズのいいベッド買ったんだよね。すっごいね、安くってね。スイちゃんは？スイちゃんさ、スイちゃんは二段ベッド？スイちゃん二段ベッドなんだけどさ、引っ越すからさ、二段ベッドやめるんだよね。え、そうなの？普通のベッドなの？でさ、ミコチがさ、ミコさ、シモンズでさ、いいベッド買ったんだっつってさ、スイちゃんに自慢してきたじゃん。めっちゃ言った。死ぬほど言ったわ。そう、自慢してきたじゃん。だからさ、スイちゃんをさ、真似してさ、やだマウント取れねえじゃねえか。買ったわ、同じぐらいの値段のやつ。わあ、預けんのパクにやめろ。おいおい。二度目。二度目なのに出ちゃった。そうなんだ。チェー、自慢しようとしたのにな。買った、もうマウントできないよ。え、みこちさ、ヘッドボードさ、何にした？木？革？あ、日本のはね、革の白のやつ。スイちゃん、革の黒のやつ。どんな感じの、なんか、スイちゃんの帽子みたいなやつ、私服の。あ、そう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 。お揃いじゃん。あれお揃いになっちゃった。お揃いじゃん。ビジネスベッド。勧められたんだな、絶対。そう。メコも勧められた通り。じゃあ、これでーって。これかわいいって。なんかさ、ちょっと囲うやつもあるじゃん。あるある、囲うやつもある。ちょっと囲うやつもいいなと思って憧れだったんだけどさ、でもさ、そっちはちょっとお高いですって言われたからやめた。そうね、めっちゃ高いよな。そうなんで、思ってる以上に高いんだよな。はい、いいんじゃないかな。シモンズのページ落ちてるって。ミコもこの前シモンズの話したシモンズのページ落ちた。申し訳ねえ、シモンズの。シモンズのページ脆弱すぎるだろ。まあね、どのフレームなんだろうってみんな見に行ってんだよ。まあなんかそんなさ、いきなりさ、なんか1万人がダーって見に行くことなんかほぼないだろうから、そりゃ脆弱なね、サーバーになっていてもおかしくない。マジ寝心地いいからね。まだ届かないでしょ、だって。え、まだ届かない。そうね、もうすぐ届く。